皆さんどうも、マキューです。今回はメンテナンスが終わって、次イベントのね、情報が少し判明したということで、早速ね、紹介していきたいかと思います。何が判明したのっていうと、次イベのね、登場するキャラたちのランクだったりね、種族がほぼ確でね、判明したので、今回はね、紹介していきたいかと。うん。で、どこでわかるのっていうのを大事点をね、開くとわかりまして、じゃあまずはね、やっぱ一番ね、次イベでもね、てか、毎イベ大事になってくる、ウルトラ Z はね、誰なのっていうのをね、紹介しますと、やっぱりね、みんなの予想通りだったんですけど、こちらですね。大辞典で見ると、プリチのウルトラ Z がね、1体追加されているってことで、まあ、夏目がね、ウルトラ Z の、おそらくガシャキャラとしてね、登場するのがね、ほぼ確定したかなとね。いやー、ついにプリチがウルトラ Z ランクね、唯一2体目の登場かーって感じですね。ワンチャンぶっ壊れるなーって感じでは、プリチね。で、さらに、トリゼとダブゼも追加されてるんで、おそらくね、トリゼは誰だろう。ちょっと見た感じでダブゼはコンタンっぽいんだよね。見た目からして多分ね、プリチーは夏目とコンタンはね、プリチーだと思うんで。でね、大辞典のね、追加全部見てきたんですけど、8体だったんで、予告7体しかいないので8なんで、まあ1体はもう追加キャラ確定してて、なのでね、おそらく種族的にね、このトリゼのね、プリチーが追加キャラになってくるんじゃないかとね、思いますね。で、ちょっとこれ違ったらごめんなんだけど、おそらくそうだと思う。で、続いてね、ポカポカもね、3体追加されておりまして、これですね。トリゼ、ダブゼ、ゼットってことで。まあ、これもほぼ予想通り、トコナツみたいなキャラだっけな？ビーチ姫みたいな。あれがトリゼできそうだよね。見た目的にね。で、ダブゼがどうだろう？夏男かお祭のどっちか。多分夏男かな。で、ゼットがお祭になってきそうかなと。まあもう大体ね、お祭とかは超覚醒みたいな感じなんで、大体一番ランク低くて。夏男とトコナツどっちがランク高いってあったら絶対トコナツでしょ見た目的にって思っちゃうから。まあそうなってくるんじゃないかとね。しかもそのキャラがね、もう見た目からしてポカポカなんで。で、やっぱりね、次イベのドロップのね、手に入るキャラは誰なんだっていうね。やっぱメラポレオンみたいなやつなんですよね。悪者の顔だったんで。このキャラが予想通りね、勇ましのトリゼとしてね、登場するのが確定してまして。まあこのキャラがね、おそらく封印のドロップで、入手できる感じになるのかな。やっぱ結構ね、もう一個前の話した動画とほぼ予想通りだったかなとね、思いますね。で、ラストもう一体が不思議かな。唯一不思議一体、このキャラ、トリゼがね、これがおそらくね、スノーラビーみたいなやつかな。名前あってたっけ？そういう、なんだっけな？思い出した。真夏のスノーラビーっていうキャラかな。そのキャラが不思議のダブゼかな。まあ、今回はこんな感じかな。だから大辞典によって、てかさ、今回登場するキャラってもうさ、今までに登場してたりしてるさ、キャラだったりさ、もうイメージ見た目でさ、種族とか予想しづらいじゃん。しやすいからさ。まあ、ほぼ確でこれね、ランクだったり、種族かはね、的中してるかなと。で、追加キャラはおそらくプリチーの砦になってくるんじゃないかなとね。1枠多分空いてそうなんで、見た目的にも。まあ、今回こんな感じかな。まあ、もしね、皆さんもね、思うことあったら、まあ、意見とかね、良ければね、コメント欄で次イベントについてね、書いてくれればいいかと思います。いやー、やっぱりね、もうあと数時間後に始まるということでね、みんなで盛り上がっていきましょうということでね、生配信もするんで、良ければね、最速配信遊びに来てくればいいかと思います。はい、ということでね、今回の動画は以上になります。良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。